そして金山です。バイクナンバー10番鈴木の金山がまもなくタイムアタックを開始しようというところです。トップはヤマハの羽賀、2分7秒台にただ1人現在入れています。金山がタイムアタックを始めました。今シーズンから全日本のスーパーバイクにフル参戦しています金山、昨年の最終戦の茂木で、その時は玉田が優勝したんですが、玉田岡田と非常に素晴らしいデッドヒートを演じて2位に入りました金山です。95年以来2度目の8体ということになります。まずは完走、そして入賞が見えてくるのではないかと話しています。彼も、500のテストをしたりですね、250に乗ったり、あとスーパーバイクのテストをしたりということで、いろんなマシンをテストしてきているんですね。その昨年の最終戦での活躍っていうのも認められてですね、今シーズンスーパーバイク出たわけですけれども、彼もやっぱりここ一発の速さを持ってますんで、こういうスペシャルステージ好きなんじゃないですかね。なるほど、1974年6月7日生まれ、神奈川県出身の26歳です。まだ若いライダーです。第1セクションは57秒636、0秒728遅れています。渡辺が2分9秒634というタイムで先ほど走りました。バイクナンバー10番の金山、北川亮の方を抑えてこの鈴木ではナンバーワンタイムを昨日出しました金山です。スプーンカーブを抜けていきました。第2セクション、トップは羽賀の1分42秒107、これが目標タイムになります。西ストレート、この坂を登ったあたり40秒は切ってきました。1分43秒327、1秒22で遅れています。と考えるとやっぱり羽賀のこの第1セクションから第2セクションの区間がやっぱり速かったんでしょうかね。強烈に速かったですね。そうですか。羽賀のタイムにはちょっと厳しいですが、同僚の渡辺2分9秒674はどうでしょう、上回ってきそうな勢い。入るか、入るかどうか。滑った。はい、最終コーナーを立ち上がった。2分8秒台どうか、9秒に入った、9秒117。渡辺のタイムは上回りました。あれですね、最終コーナー降りてくるときにギアがぐわっと滑りましたよね。あれがちょっとロスだったかなっていう。